皆の者、私は腹が減った。はい。はい。はあ、はあ、はあ、はあ。私は今一つブームが来ておる。お、お、お、はい、なんだ。はあ。これだよ。ハンバーガーですか。ハンバーガーが食べたいんでしょ。パクンチョ。内首だ。内首。違かったみたいです。パクンチョ。パクンチョです。あ、分かった。餃子パーティーしたい。男ですか。お前ら私に仕えて何年だ。もう2ヶ月ちょっとです。短いな。ちょっと短いな。これだよ、これ。なぜわからん、なんだこれ。この間みんなとやったあれだよ。あ、キララがいなかった時の。サンド、サンド、サンド。褒めてきます。すごい。そんなわけで今日は私が一番喜ぶサンドイッチ、ホットサンドイッチ。ホットサンドイッチだ。はい、ホットサンドイッチだ。あれはホットサンドイッチだ。ギョイ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 。ホットサンドイッチを召し上がりたいとのことです、ね。その通りだ。お前らに私が一番喜ぶホットサンドイッチを作ってきてもらいたい。ギョイギョイ。任せてください。というわけで今日の企画はホットサンドイッチ選手権。アキラ様が喜ぶホットサンドイッチを作ってきたものが優勝だ。わかりました。頑張りまーす。私の側近にする。おお。さあ、今頑張っちゃう。毎日100万円やろう。絶対やったー。やるか、お前ら。100万円。まずは食材を買ってきてもらうところからスタートしたいと思います。はい、はい、じゃあそんなわけでレッツゴー。ゴー。日本だよ。和風なの、和風なの。アキラ様買ってきました。なにこれ。お題は甘い。甘い、はい、なるほど。私が買ってきたのはジャイアントコーンアイス。すごいね、どら焼き。溶けるね、すごい。さつまいも。スパイスすごいな。ふわもちマシュマロ。え、でも見てください。アレンジいろいろ。アレンジいろいろなんですよ。それはそうやな、確かに。この企画には合ってるかもしれん。絶対、お口に出すと思います。ジャイアントコーンってマジでどうなるんだろうね。なくなるでしょ。それはそう。上半分とかどうなるんだろうね。バリバリバリってなって終わるんだ。マシュマロもさ、シュワーって消えんじゃない。もうゼロかもしれない、残りが。チョコと芋って感じなのかな。ちなみに味、見た目、材料のワクワク度が今回の私の評価になりますので、皆さんもよろしくお願いします。それでは入れていきたいと思います。日本的にはまずどら焼きから。土台をね、やっぱ大事なので、なくならない土台をね。ね、作りたいと。怖っ。土台焼きで挟んだら。キララちゃん、ありがとうございます。ナイスや、ナイスや。あ、見なかったことにして。ペロ。どうしよう。触るやん。ドラ焼きちゃんとめくってさ。お前帰ってきたら手洗った？洗いました。さすがに洗いました。諦めました。ただただボロボロになりました。ちょっとやっといてください。あ、なんかジュージューしてるね。あ、ダメだわ。絶対違う。なんかベッドやない。上に乗せてくんじゃない。あ、そういうことですか。あ、私やってる。そうなんですか。じゃあ3つにね。2個でいいんじゃない。あ、じゃあ2個にね、してください。じゃあこれは丸々1本いきまーす。マシュマロの上のせんの。どうやって挟むつもりだ。それはないわ。じゃあこうしますね。センスねえな。美しい。はい。センスな。え、センスなさすぎてびっくりする。うわー、うまーい。うまい、いいじゃん。全然いいってワッフルもボッて打ってる。じゃじゃーん、できました。どうですか。すごい芸術ですよね。センスのなさがすごい。プレス前からもう美しさがやばい。いやー、芸術点も高いと思う、これは。ちょっと現代の。なんでさ、そう、今の流行り、罰ゲームみたいな。いや、今の流行りなんです、これは。すげえ匂い甘いんだけど。じゃあ、サジュダいきます。
怖い怖いよ。え、思いっきりグーってやって熱い。じゃあコーンが崩れてる音だった。大丈夫ですか。思いっきり下まで締めてこれカチッてやって閉まらない。すごい焦げてきてるから、これはもうミオンのさじ加減でもう開けてもらって、はい、そこでじゃあもう一回閉める、できてないから閉めるとかなしに、もう一発勝負ってことですね。これで完成って思ったタイミングで開けてください。完成。これでいい。はい。いきます。そっか、怖い。いきます。オープン。よく閉まったね。待って、ベトベトで開かない。これカレーでも作ってた。じゃあみおちゃんよそってください。はい、ちょっとね全部味わってほしいので。うわとてもやばいですよ。何の部分なのかがもはやわかんない。すごい、これ取るのにも難しいですよ。うわ、じゃあちょっとこれでいただいてください。芸術点を何点とつけろと。1万ぐらいで入れてください。このアート、このアートな感じが食べこれ、あれもう計算済み。ああ、もちろんもちろん。なるほどね。いただきます。絶対美味しい。意外といけそうだけど、芋があることによってさ、ちょっと得する。どんな味だ。どう、うまい。わーイエーイ。まあ、入ってるもんな、そんなにいいもんないもんね。マシュマロある。マシュマロ。さつまいもがマジでうまい。うわ、いや感謝ですね。合わさってる。うん。合わさってる。うんうん。マジ。あれ焼きたてやつ。美味しいですよね。後味やばい系。噛んでると不快な味が混ざってくる。あれ？あ、ジャイアントコーンのコーンだこれ。うわあ。焦げちゃってんじゃない？いや、なんか。水分がめっちゃ水にふやかして3日くらい立たせたジャイアントコーンみたいな。うわ、やだ。それではみおんちゃん、この芋の残骸芋の残骸こちらのこちらの点数は、はい、3点。味が総合得点。低い点。1点得点ですか。味3点、お芋得点です、こちら。おお、感謝。もうないよ。見た目マジで芋の残骸なので0点。ワクワク度なんですかこの汚いテーブルは。すいません。あとこう開いた時のワクワクしなさもびっくりした。ベトベトしたものを食わすな。いやー、だけで芋のおかげで3点です。はい、ありがとうございます。次の下僕、はい、あやまーん。あやまんです。もうさっきのはゴミみたいな、ゴミみたいな言われてるよ、言われてるよ。はい、マジで食材を、あれはもう食材に謝れ神様で、あれごめんなさい。ミオンに全部食べさせました。美味しく食べました。あのさっきのは甘かった。前のやつも実はちょっと甘い。マジかよ、お前。なんですけど、あの芸術点を高得点目指して頑張るんで、よろしくお願いします。味は捨てて芸術。タイトルはディズニーランドモド。ディズニーランドも何十年も行ってないんで、ちょっとディズニーランド気分を味わえるということで、ワクワクさせますよ。今ワクワク度ちょっと高いよ。おぉ、あの買ってきたもの見せて。はい、メロンパン。おぉ、焼きメロンパンはうまい。わかってる、私メロンパン一番好き。おぉ、そうだったのか。嬉しい。はい、リンゴ。おぉ、焼きリンゴ。水が出そうだけど。レアチーズシュー。どうしたなんかメロンパンに、あの可愛さで選んじゃった。すみっこ暮らしの和菓子。これはだって芸術作品です。もうこの時点が芸術作品だよ。芸術点。じゃあそろそろ作っていきますか。いいですか。お願
願いします。すごいね、焼いてる。あの、何から入れていくの？メロンパンです。じゃあ、早速入れていきたいと思います。ワク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 、あきら、ワクワク。ここまでだったら、あ、まあいいじゃん、いいじゃんって思ったんやけど、あきら、ワクワク。うん、ちょっと今、テンション下がってる。なんでしかも、ディズニーランドに謝れ焼きリンゴ、焼きリンゴ美味しそう。これちょっとテンション上がった。うわ、テンション上がった。間違いない。テンション上がるわ、これ。メロンパンのお子ちゃまみたいなのがいる。これ、シュークリーム。どうなんだろうね。そしてディズニーランドもどき。ディズニーに謝れ。ディズニーの1億万倍いいと思います。隅っこに謝れ。が好きですか？私の断然推しはカッパちゃんです。やっぱりそうだと思いましたよ。じゃあ私の推しをプレスするというのか。こいつを。わ見た目は可愛い。可愛い。見た目ワクワクするね。行きます。ワクワク。ワクワク。私、開けていいですか？開けてください。それでは、オープン。あ、意外と、あ、すみっこさんがいなくなってる。すみっこさんがいなくなってるけど、でも芸術点は悪くないんじゃないかな。はい、できました。まずは、ここがあれ、ちょっとね、アノの予定は聞いてください。このど真ん中にあのすみっこ暮らしが潰されて絵ができてるはずだったんですけど。あ、なるほどね。絵ができるまで前提だったのね。それのデザインだったんですけど、なんかちょっと下で縁みたいになってたんですけど超おしゃれやね。まあこれはこれでいいかなっていうところで、まあ形は、あの形は丸くできたんで OK ということです。いただきます。リンゴはリンゴ、いるリンゴ。リンゴど真ん中。あ、あれ、そんな悩む味してんの？あれ、美味しいんだか美味しくないんだかよくわからない。美味しいでしょ。美味しいと思ったのに、皮と皮で。いや、美味しいわ。あれ、じゃあまず、味から。はい。10点満点中、4点。だ！メロンパンのみ美味しかったです。そして、見た目、4点。うっ、どい、えっ、高いなぁ。もう超えたからね。高いなぁ。なんか、原宿で売ってるやつを1週間くらい立たせたパンケーキ。やだやだやだ。なんか、褒めてんのか褒めてないのかわかんないんですけど。プレスする前とかちょっとワクワクした。おっ、うん、頑張れ。ロケ6。うわあ、からのちょっとこちら減点。ここに鳥の糞が落ちています。鳥の糞じゃないよこれ。鳥の糞が落ちています。これはレアチーズ。鳥の糞は始末してくださいということで、こちらマイナス6点。マイナスでかすぎ。あやのんの合計得点8点。イエーイ。まあ一応まだ1位ですよ。次、ゆきっぺの番。自信ありますよ、私は。もう私甘いのはもう食べたくないだろうなって思っているので、私の絶対自信ある。褒めて使わそう。100万点だ。でるん。まずエビマヨソースあえ、カニカマの寿司で、ツナマヨネーズスパム結び、うまい棒のたこ焼き味。じゃあ、ゆきっぺ作っていこうか。はい、作っていきます。最初は土台作りたいんで、スパム結びを広げていきます。ちょっと全部高得点狙っていくんで、これを。いや、美味しいね、これは。おねえ、おにぎり。え、それ広げちゃうか。そう、うん、すごい。そう、広げようと思って。すげえ。お、これは高得点が期待できそう。めっちゃ綺麗ってか、見た目が、ね、ちょっと入れる。大丈夫、早くしないと海苔パリパリになるよ。確かに。4。普通に美味しそう。次にカニカマ寿司を入れていく。お、いいねー。ちょっと崩して。普通にライスバーガーだね、うん、美味しそう。うまい棒どう使うの？うまい棒。あー、なるほどね。ちょっとつまみにして。これはこれで美味しくなかったらマジゆきっぺセンスないなって思うだけで
絶対美味しいじゃん、ね、プレスしていきます。一番まともなホットサンドやな、これは。わからんよ、うまい棒焼いたらもうとんでもない味になるから。そうだよ、ね、う棒棒棒みたいな味がするかもしれない。あ、閉じれてないよ。めっちゃいい音する。あ、ゲールってこれは。あれあれこぼれてますね。イエーイ。よし、エビマヨがちょっと脱走しちゃった。じゃあ、できてそうなので開けていこうと思います。ちょっとこれはいい匂いする。めっちゃいい匂いする。じゃあ、いきます。オープン。こぼれもしてないし。うわ、まだ焼けてないね。おっとおっとっとっと、めっちゃ汚い。あじゃーん、これ焦げすぎたんじゃん。上がさ、焦げてさ、上についちゃったのが誤算だった。ちなみにお皿の盛り方とかも点数に含まれるので。はーい、匂いは美味しそうなんだけど。匂いはエビピラフマジでいけると思ったんだけどな。完成ですか。完成です。あれ、この散らかり具合お揃いじゃないか。タイトルは、タイトルはマヨネーズ海鮮ピラフ。あんまり。いただいていきます。すごい、海苔が下カッチカチすぎて海苔は食えん。いただきます。うまい、普通にうまい。美味しそう。美味しそうや。点数つけてください。お願いします。こちら味10点満点中10点。うわ、うまい。これはもう普通にうまい。もう食材がいい。見た目6点。おー、結構高い。待って、ワクワクだ。うん、なんか挟むときはすっごいワクワクした。開けたときがね、開けたとき汚ねーなってなったね。ギャップを考慮して5点。おー、でも高い。高い高い高い。からの、貴様テーブルの上は綺麗にしなさいってママに教わらなかったのか。挟んでたからいけると思いました。言い訳だ。ということで、こちらの海鮮ピラフ総合計16点。やったー、2桁いった。確かに初の2桁が出たぞお前ら。すごい。お前らか、恥ずかしい。お前ら30点中だかんな。じゃあ次。ありがとうございます。美味しかった。すごい。次はあざとい大臣ゴミちゃん。ワンワン。なんだワン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 。みんな今ハテナ。今日はアキラ様なんですね。アキラの犬なんよ今日は。まずは私3点買ってきました。まずはじゃん、こちらです。あ、美味しい美味しい。んじゃん、だろうな。まずはラーメン、ニンニク醤油。好きすぎる。私油増し増しが好きなんですよ。これ油って必要なんですよ。嫌な予感してる。油でも油ってやっぱさ、売ってなくて。雲行きが怪しい。売ってなかった。油が売ってないことなどないのだ。じゃーん、冒険しすぎだろお前。カロリーやばな。暴力がすんごい。てか本当にニンニクラーメン好きだね。ジロー好きだね。そうなんよ、やっぱさ、ジローを入れたらとりあえず何でも美味しくなるし。ジローを入れたら何でも美味しくなるわ。もうマジ暴音だよ。じゃあ入れていきまーす。どんな感じになるんだろう。ちょっと芸術点高くいこう。まだ満点がおらんけんね。ジローチョイスしてる時点で芸術はないよ。かわいい。221なんだね。その謎、その謎は気になる。全部いっちゃっていいですか。いくね、マジか。いやね、本当にね、ほぐれんのよ全部。で、これで温めるっていう。めちゃ意外と大胆だね。いっちゃいましょう。うわ、気をつけて。行きましょう。行きましょう。やけどしないよね。すごい。んーじゃん。うわ、すごい。こうなってるやん。くぼみにバターやん。くぼみにバターやん。くぼみにバターやん。でも、確かに芸術展っていうあれではないけど、うん、ワクワク度はかなり高い。ワクワク度でしょ。ワクワクで、しかもサンドしたらちゃんと味が染み込んでいくんですよ、うん、ちょっとワクワクはしてるわ。で、これは油マシ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 。ありがとうございます。うーわ、じゅーん。
マヨネーズみたいにきますね。うわ、何だ。ちょっと楽しみに。使い切るやん。さあ、畳みます。しきまーす。さあ、ドン。罰ゲーム会かなって思ってドッキリ、ドッキリかも。はい、次終わりました。できたすごい、野菜マシマシですね、これは。そうなんですよ。一緒にお手手を合わせていただきます。結構それだけ見たら普通に二郎なんだけどね、うん、焼き次郎は焼き次郎誰？冷たいとことあったかいとこがあるでも、さすが次郎、止まらないな、一度口つけたらもう、もう脳死しちゃうから、本当に。あきら様、点数は何点でしょうか。味10点。あ、やったー。ジロー要素じゃん。やったー。ジロー単体の10点やん。見た目爆発的だった。爆発だよね。ちょっとここまでいったらもうすがすがしくて好き、はい、10点。何やねん、何やそれ。こんなゲボみたいな今じゃないよ。ゲボがワクワク度でかいプリン作ってるみたいで楽しかった。楽しかった。9点食べよう。からの、うん、ここのもう一回芸術点含めたい。え、いいんですか。5点追加。すごい、やった追加、すごい。ラストもう満点超えてるんじゃないですか。ゴミちゃん総合計カンスト33点。イエーイ、いいこれは昇格だな。いや、ちょっと私家系大ファンなんやけど、ちょっとジローハマりそうやね。え、本当に、やったこれね。今度一緒行こう。行こう、並ぼうぜ。これやる意味あるかね、うち。いや、もう諦めな、無理やんな、30点は。カンストしちゃったしね。もう絶対優勝した気がする。え、ちなみにキララ何買ってきたの。納豆と、あーチーズたちと、牛丼の具まあ、なんかありそう、ありそう、程よくよな。え、でも明さんもこれ以上納豆とか食べたらもう匂いがもう電車乗れない、帰れなくなりますよ。何ですか。牛丼、納豆、チーズ美味しいかなって。うん、これでまあ正直いいかなとは思う。イエーイ、なんだよこれ、何のために買ったんだよ。ちょっと美味しそうだなとは思うから後日自分でプレスしてくる一人でプレスする人持ってくんだもん。一人で後日動画上げてショートにしてコメント欄で視聴者さんに点数つけてもらえる、はい、あー、なるほど。見た目とかね。うん、寂しい。そしたらもうこのままエンディング撮っちゃうか。うん、はい、やったー。みんな美味しそう。エンディング撮るよ。はい、結果としてはゴミちゃん33点カンストで大優勝。やったー、3点超えいただきました。そして最下位ミヨン3点。わかってない。次回は頑張ります。次回ある、ある。じゃあそんなわけで、うん、
今回の動画が面白いと思ったらいいね、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。こんなわけでまた明日会いましょう。さようなら。バイバイ。バイバイ。来ないで。バイバイ。臭いな、ここ。